ベトナムとの違いを聞かれてます。フィリピンとベトナムの違いですね。仏教国のベトナムに対してフィリピンキリスト教国、同じ東南アジアにありながらちょっとユニークなのがフィリピンなんですけども、あと外国人に対してフレンドリーなのはやっぱりフィリピン人ですね。物価なんかは結構近くて、どっちも東南アジアの中ではまだまだ安いのでおすすめの国ですね。あとビザですね。ベトナムはですね、やはりビザがなかなか厳しいというところがあります。あと、マレーシアとの違いは、やっぱりマレーシアはイスラム国。イスラム教の国ってことですね。あと、タイはですね、仏教の国ってことで、あと、物価がもう高くなってますよね、フィリピンと比べると。インドネシアもですね、物価はまだまだ安いのかなというところです。ただインドネシアもイスラム教国です。シンガポールはもう先進国にほぼ近いですね。9万円弱で年金で暮らせるかっていうようなこと聞かれてます。あと、28万円の。